はい、皆さんどうもこんにちは。なおです。今日はですね、今ちょっとノイケ来てます。ノイケ来てて、ね、ちょっと今日はね、試してみたことがありまして、このリールってなんかから投げれるとか、ね、まあ重いところはね、多分ずっと投げれるんですよ。人の体が大丈夫なぐらい重いところはいけるんですけども、じゃあ軽いところどうなるの、どこまで軽いルアーが投げれるのっていうのを、今更ですけど試してみたいと思います。これでやってみようと思ったもんはね、アンタレス DCMD はこのビッグベイト専用リールみたいな、そういうことを言う人が多いんですよね。そう言って、そのなんていう、あまり知らない人とか、買おうか迷ってる人が、あ、ビッグベイト専用のリールやったら、別にアンタレスいらないなっていう人が増えてくるんですよね。決してビッグベイト専用リールではありません。ものすごく、バーサタイル性、いろんなルアーが使える、いろんなルアーが使えるリールなので、最初の1台に買うっていうのは、まあ、予算さえね、許す範囲ならば、最初の1台に買うリールとしては、ものすごく、重宝するリールだと思います。まあ、なぜビッグベイト専用、よく村田はじめさんの Facebook でね、ビッグベイト専用と言ってる、釣り具屋の店員、ね、ちょっと過激な発言あったんですけど、これ、まあ、村田さんの耳に入るのはね、DCMD が大好きな人、村田さんが大好きな人が、花瓶に反応してるだけです、あれは。確かに、このロープロのリールで、20ポンドが100メーター負けるってるっていうリールは、そら、ビッグウェイト向くよね。バス釣りのリールで、20ポンド100メーター負けるリールってこれしかないですよね。だからビッグベイト専用に使うというのは全然 OK なんですよ。だから、俺たちチャンネルの畑さんがね、アンタレス DCM に僕はビッグベイト専用として使ってますって言った時に、まあ、村田さんをこう崇拝してる人たちっていうのは、畑拓馬がアンタレス DCMD をビッグベイト専用と言っていました。で、まあ、村田さんはそうやって耳にして、いやいや違うよ、何言ってんだよ畑ちゃんってなるんですよね。そうじゃなくて、畑拓馬さんはいろんなリールが支給されてて、16アンタレスがあって、16ポンド100メーター巻いたリールがあって、これを普段のちょっと、バス釣りに使ってます。メインに使ってます。で、DCMD はグレート専用として使ってますよっていう話を畑さんはしてるだけなのに、一部のちょっと過激な DCMD のファンの人たちが、畑タンクマが、ビッグベイト専用と言っているってなっちゃうんですよね。で、まあ逆にまあ、実際そう勘違いして、まあ店員さんやったり、一般の人たちが、これは DCMD はビッグベイト専用だっていう勘違いしてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、決してビッグベイト専用ではありません。ビッグベイトも投げられるラインキャパがあるバーサタイルな万能なリールです。ということで何グラムまで軽いものが投げられるかっていうのをこの DCMD を試して投げてみたいと思います。それではやってみます。はい、まずはね、軽いところからいきますね。プラグで。はい。これね。わー、ちょっと映らん？はい。これ。デュオのレアリスクランク。50SSR です。だいたいね、これ多分10グラムか、9グラムかっていうぐらいの長さ、重さです。重さです。これをアンタレス DCM で投げたら、どんなものなのかっていうのをやってみたいと思います。はい。ちなみに、ラインは20ポンド。ラインは20ポンド使ってます。20ポンド使ってるので、あんまり軽すぎるのは投げられないとは思うんです。っていうか、まああんまりそこまで軽いのを持ってないんですよね。今プラグとかでいきますね、いきますね。で、ブレーキはマックスです。はい、こういう状態、こういうゼロポジションのブレーキマックスのナイロンモードでいきます。飛距離は見るか。はい、こんな感じ。はい、次はバイブレーション。鉄板のバイブ。ちょっとあんまり軽いのないんで、プラグ。木琴状ね。4分の1オンス。7グラムね。7グラム。いきますよ。いきますね。投げます。ほい。まあ、
まあ、ちょっとねああいうカバーとかこういう浮き輪にベイトで落としたいな、でも、まあ、スピニングエタ落としづらいな、ベイトフィネス持ってないなっていうのもアンダレスでやったらこう適当にこう落とせるよっていう、下手くそやったねこうやってね落とせるよっていう、これ7グラムでこれぐらいで投げれます、アンダレスで、はい、全然投げれます。ちょっとこの辺から不安はい、これレイドのレベル5ですね、グラムをアンタレス DCMD の20ポンドのラインで投げます。まあ普通はそのこんなスピニングで投げたりとかベイトフィネスで投げたりした方がいいんだろうね、投げれる限界っていうのをちょっとやりたいので試してみたいと思います。いきますね、怖いな、お投げれるはい、いけた。まあこれはこんな風にちょっと投げにくいな、はいみたいな、こんな感じですね、投げにくいですよ、投げにくいですけども投げられないことはないです。ちょっと上辺に掘ろうかな、ストレート系のワーム、ストレート系のワームね、はい、これが、マックスセントのザジェリアルかなの4インチ、4インチです、4インチ、重さはちょっと覚えてない、ちょっと重さ覚えてないちょっと重さは覚えてない、これも 5g ぐらいあるそうやな、これも 5g ぐらいあるそうですけど、これを、アンタレス DCMD で開けてみます、見てみます、ちょっとほい、この近場を打つっていうんやったら全然できますね、ノーシンカーで、はい、いいですね、ちょっとチンケ使いますけどね、エンドしてみましょうか、振って、はい、こんだけね、結構飛びますよね、結構飛ぶんじゃないって思えへん、まあね、こういうカバーになって打つんで、こうなこんな感じですね、できます、全然で、やっぱり DC なんでこう飛距離っていうのがあるんで、そんなに力入れないんで結構ね正確にキャストできるんですよね、全然ほらほいこんな感じ、めっちゃ軽く、うん、ちょっと力入ったらやっぱりどっか飛んでったりするけど、はい、こんな感じ、ええ感じだった、綺麗かな、ええ感じに調子になってるけど、こんな風に正確なキャストもできます。そんなに力いらないんで、ね、その DC なんでこう、シューって飛んでくれるんで、こんな風に簡単に投げれます。5g より軽いのってあんまりないよな。今持ってないんですよ。でも、それより、まあ 5g より軽いものをね、さ、ベイトで投げようとは思わないですよね。リオのスモラバです。これ 3.5g。リオのスモラバ。3.5 って書いてます。はい、3.5g に、まあ、ワーム、トレーラーついてるんで、これも多分 5g ぐらいあるんやと思うけどね、全体の重さは。これを、まあ、アンタレス DCMD で投げたいと思います。ラインは20ポンドです。まあ、投げれるよね。もちろん。何どっかバック出してる、何かけちゃうともない、引っ掛けたい、よし、かかった、こんなこともね、一応できます。なるほど。20ポンドで、ベイトで、普通にアンタレス DCMD で今、3.5g のジグヘッドにワームトレーラーつけてやってますけど、できる。できるってだけやね。
できるってだけで別に快適とは言わないけどね。全然投げれます。これラインもっと細くしたら多分もっと投げやすかったりすると思うけど、はい、ちょっとなんか緩んできたけど、はい。そしてまあこのアンダイス DCMD でね、5g、3.5g ぐらいのスモラバまでは投げれないことはない、投げれるよっていうのは、まあやりました。で今回、アンダイス DCMD って言ったらね、やっぱり飛距離が大事、飛距離がやっぱり正義っていうぐらいに、よく飛ぶリールです。なので軽いルアー4分の1オンス、これ7グラムの鉄板のバイブ、一応風の抵抗の少ないのを選びました。これで、ちょっと遠投してみたいと思います。ブレーキセッティングなんですけども、今 XB モードの、ゼロポジションの1になってますけど、ちょっと3からやってみましょう。これが、一応遠投モードになります。はい、37、23で37、次落とします、2に落とします。1にしてみます。これちょっとね、これは無理やね1はちょっとクラッシュするね。あかん、向こうまで行ってはあかん、あかん、対岸まで届きます。思いっきり振り抜かないとバックラッシュするんで、まあ、バックラッシュするんですけど、ちょっとねラインのヘリだけ見ててくださいね。こんだけ満タンあるんですけど、思いっきりなりますね。よし、満タンいきますよ。はい、ちょっとバックラッシュしたけど、こんだけ減ってます。